日本三重県熊野市新鹿町。新鹿町は、三重県熊野市の町名。江戸時代には木材を積み出す港町として発展し、現代では、海沿いの農山村地域であるとともに、新鹿海水浴場を中心とした観光地でもある。俳諧師の三浦央知良や作家の中上健二が滞在したことがあり、彼らの作品の舞台となった。熊野市の東部に位置し、東側が新鹿湾に面する。新鹿の中心集落は、新鹿湾の最央部、里川と港川の流域に開けている。集落の中央を、紀勢本線が縦断し、新鹿湾岸を国道311号が通る。中心集落は、里川の北側の港と南側の里に分かれ、港より東の遊、木町よりの集落を橋間、里より南の集落をはじめ盆と呼ぶ。新鹿町に暮らしたことのある中上治は、新鹿町について次のように記している。北は尾鷲市、曽根町、東は仁木島町、結城町、南は秦洲町、西は大泊町、飛鳥町、小坂、飛鳥町大俣、飛鳥町小俣と接する。熊野市は多くの地域が関西電力新宮営業所の管轄であるが、新鹿町は中部電力尾鷲営業所の管内である。新鹿湾は三重県熊野市にある湾。結城町の三越崎と磯崎町の海太郎花を結んだ線の内側にある水域を指し、面積は 5.43 平方キロメートル、最大水深は47メートルである。この湾より北側の海岸線は志摩半島まで続くリアス式海岸、南側は七里御浜の単調な海岸となる。湾内の水質は三重県内で最良であり、里川、港川から供給される石英、潮石が新鹿海水浴場の砂浜を形成する。里川、港川の河口では淡水と海水が混じり合い、鮎、うなぎ、ハゼ、ハヤ、フグ、ボラ、ヤマトテナガエビなどが生息する。新鹿町の沖合に南海トラフがあるため、新鹿町は50年から100年に一度の割合で、マグニチュード8クラスの地震とそれに伴う津波に襲われている。古くは宝永4年10月4日の宝永地震の際に津波に襲われ、この時古記録が流出したため、新鹿の歴史は不明点が多いとされる。この時24人が死亡し、ほぼ全戸が流出したと記録されている。港集落にある民家の石垣には、嘉永7年11月4日の安政東海地震の際に、津波が到達したことを示す津波止めの文字が刻まれている。この家は当時、新鹿の名家で木材商をしていた。1944年12月7日の昭和東南海地震の際にも津波に襲われ、16人が死亡、151戸が流出し、新鹿駐在所の巡査が住民の避難誘導中に津波に襲われて殉職。新鹿郵便局は、流出により移転を余儀なくされた。東南海地震の津波抜きは、当時の新鹿村長、吉田圭三が1951年に建立し、大地震の時はまず海に耳目を向けてください。くれぐれも。という文で結んでいる。今後、南海トラフ巨大地震が発生した場合、最大540人の避難者が出ると、熊野市は推定している。そこで2014年6月より、三重大学、熊野市、中部電力、住民代表が共同して避難所、運営マニュアル作りを進めている。新鹿町の地図の地点に、アメダスの熊野新鹿観測所がある。観測開始は2001年12月18日と、比較的新しい。新鹿では、縄文時代以降の複合遺跡が、里川、港川の両岸から発見されており、長らく人々が居住してきたことが判明している。その後、飛鳥神社の診療地となり、堀内市の所領になったとされる。堀内市の当主、堀内市前は、伊勢国市の北場武氏と対立し、永禄7年から永禄9年にかけて、新鹿で戦を交えている。この戦闘は平和だった熊野地方にとって一大事件であり、堀内四方が勢力を盛り返す天正年間まで負け戦が続いたという。近世には、紀伊国室郡木本組に属し、新鹿村ないし新鹿浦として、紀州藩の配下にあった。枝里として、沼田や丹波があり、現代ではそれぞれはじめ本、羽島に改称している。村には、知矢商や遠見番所の監視役を務めた、有力家系がいくつかあった。村高は、慶長項目録では446石余り、天保郷帳では524石余りとあるように、農村であったが、農閑期には林業や漁業ができたため、生活に困ることはなかったと、紀伊族風土記に記されている。農業では、寛永から文化にかけて、新田開発が行われ、農地が拡大した。林業では、紀州藩が、宝永2年に、押入方役所を設立して、林産物に課税するとともに、資金の融資を行って奨励した。海に面した新鹿には、飛鳥、伊里などの内陸部から八丁坂を越えて、木材や新炭を集め、海路で名古屋や大阪へ出荷する中継地としての役割があった。特に炭作りを奨励し、ここで生産された炭は、押入炭ないしは、熊野炭の名で流通した。漁業も林業同様、藩が奥地前所を設置して、課税と融資を行った。白浜の広がる新鹿は、地引き網に適した地で、村人の共同経営で3つの網が操業していた。また小網が3から4頭、漁船が3隻、小舟が2隻あった。元禄2年、俳諧使の向井巨来が新鹿を訪れた。また、宝暦9年伊勢国山田から木本を目指していた俳諧使の三浦落良が、河川の増水で、新鹿に足止めされ、地元住民の行為でしばらく止まり、木川庵を構え、白頭宮美衆を発刊した。落良は、宝暦11年にも新鹿の又川庵に滞在し、句集、二又川をまとめ、当地の俳人らと年越しした。落良が、新鹿で詠んだ、消えもせむ有明月の浜千鳥の句碑が、新鹿海岸沿いに建立され、新鹿では、落良祭が開催されている。嘉永2年の記録によると、解剖のために裏組が結成されており、鉄砲や船を備え、15歳から60歳までの男性347人が防衛に当たった。嘉永7年11月4日、安政東海地震が発生し、新鹿村に津波が押し寄せ、民家はすべて流出したという。幕末には、桑名藩の医師が寺子屋を開設していた。明治維新を迎えると、1878年に、新鹿学校が開校。翌1879年8月16日には、新鹿郵便取扱所として、新鹿郵便局が開局した。1889年の町村制施行時には、旧木浦、並田主村と合併して新たな新鹿村を発足させ、その一応あざとなり、村役場が置かれた。さらに1899年には、新鹿銀行を設立し、1911年に、新鹿実業補習学校が開校、同年3月31日に、新鹿郵便局が電信業務を開始し、電話が利用できるようになった。産業面では1897年頃より、石材の生産が始まり、紀州御影の名で、名古屋方面へ出荷した。陸上交通が不便であった新鹿には、桑名郡、赤菅村から、赤菅線、愛知県の知多半島や三河方面から段平線と呼ばれる生活物資を積載した船が近代を通して月数回定期的に来航していた。新鹿には内海屋などの船問屋や尾張屋などの船宿があり、それぞれ物資の買い取り、船員の宿泊を担った。船問屋は買い取ったものをそのまま新鹿で売るだけでなく、自前の小舟で木本町まで持って行き販売することもあった。赤菅線と段平船はどちらも生活物資を積んで入港し、新鹿の木材を積んで出港するという共通点があったが、赤菅線は主に米や麦、醤油、マッチなどを新鹿の商家の求めに応じて販売することが目的で木材の仕入れは副次的なものであったのに対し、段平船は新鹿の丸太や木板を仕入れることが目的で米や瓦を販売するのは行きの船が空だともったいないからという理由であった。いずれにせよ、アタシカではあまり収穫できない米や、入手困難な生活必需品を販売してくれる上に、木材を買ってくれる赤、スカ船、段平船の存在はありがたがられ、入港時に村民は歓迎したという。このほか正確な場所は不明ながら、三重県の伊勢湾岸からやってきて、港川を遡上し、各家庭のボロ布を飴と交換する、金久船や兵庫県の淡路島や高知県からやってくる船もあった。学制改革に伴い、1947年に、新鹿村立新鹿中学校が開校した。1954年、新鹿村は周辺町村と合併して熊野市となり、新鹿は同市の町名、新鹿町となった。市制施行記念として、翌1955年1月18日に開かれた祝賀会では、新鹿町出身で当時熊野市立木本中学校の教師であった山本清青桐が作詞した熊野市制祝賀の歌が披露された。1956年4月1日、紀勢西線が新鹿町まで達し新鹿駅が開業、同線の終着駅となった。1959年7月15日に、紀勢本線全通により、中間駅となった。新鹿の住民は、鉄道開通を前に1953年に新鹿村観光協会を立ち上げ、開通と同時に、新鹿海岸を、新鹿海水浴場と命名して海開きを行った。また1959年には公船調査が行われた。鉄道開通前には3軒あった旅館が開通後には1軒になってしまった代わりに民宿が台頭し、ディスカバージャパンキャンペーンが始まった1970年に7軒も開業した。1980年には作家中上健二が家族で新鹿町に移住し、半年ほど新鹿で生活した。長女の中上治と次女は、新鹿小学校に通った。1971年9月11日、集中豪雨により親、鹿町畑種で土砂崩れが発生。4戸が土砂に埋まり4人が死亡、国道311号線が埋没して1人が死亡。新鹿町は、熊野市東部では最も人口の多い町であり続けているが、1960年に2489人いた、人口は2000年には1055人まで減少した。こうした中、2003年に若い町民が休止していた、新鹿青年団を復活させ、祭りの復活やビアガーデンの開催などの活動を行っている。2006年、新鹿海水浴場が環境省の海水浴場100選に選定された。2008年2月9日、熊野尾鷲道路の建設工事が新鹿町で始まった。この建設工事では、東紀州で江戸時代から続いていた線香の原料、杉箱を作るために使われていた最後の水車小屋が建設地付近にあったため、2009年2月に取り壊されることになった。2013年9月29日に、熊野尾鷲道路の熊野大泊 IC から、三木里インターチェンジ間が開通し、熊野新鹿 IC が設置された。諸説ある。2019年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1889年以降の人口の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。近世紀。1889年以降の世帯数の推移。なお、1995年以後は国勢調査による推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。新鹿小学校と新鹿中学校はどちらも新鹿町にあり、校舎は一体化している。1980年時点では、新鹿小学校に7学級156人。新鹿中学校に3学級90人の児童、生徒が在籍していたが、新鹿小学校は周辺3校を、新鹿中学校は荒坂中学校を統合したにもかかわらず、2017年には、新鹿小学校は4学級29人、新鹿中学校は2学級11人に縮小している。新鹿小中学校は地域の文化祭や合同運動会の会場、災害時の避難所となり、地域の活動拠点としての機能を持つ。新鹿町は農山村地域であるが、観光業を営む住民もいる。2015年の国勢調査による15歳以上の就業者数は216人で、産業別では多い順に医療、福祉、卸売業、小売業、サービス業、建設業、製造業となっている。新鹿町を含む熊野市の農業は稲作を主体とし、春トマト、キュウリ、レタス、温州みかんなどを栽培する。2015年の農林業センサスによると、新鹿町の農林業経営体数は6経営体、農家数は22戸、耕地面積は田が14ヘクタール、遊園地が5ヘクタール、畑が3ヘクタールである。1972年から1973年にかけての農林業地の面積は、山林が1729ヘクタール、田が43ヘクタール、果樹園が12ヘクタール、畑が4ヘクタールであった。新鹿町の特産果樹として新姫がある。新姫は、新鹿町の民家に自生していた木で偶然発見されたもので、当初は日本立花だと思われていた。2006年より100本の苗木から本格的に栽培を開始、初収穫となる2007年度は、熊野市全体で 200kg を収穫し、2014年度には 39.778 トンまで収量が増加した。熊野市の林業地帯は、海岸部と北山川流域の内陸部に大別され、新鹿町は海岸部に含まれる。新鹿町を含む海岸部の林業は、尾鷲市の影響を受けた密植で、間伐回数が多く、丁寧に作業を行うという特徴がある。1980年代の樹脂構成はヒノキ 56%、杉 44% であり、小径木が多く、木炭生産が中心である。新鹿町の漁業は、水産業協同組合法の制定に伴い1950年3月7日に発足した新鹿浦漁業協同組合が管轄してきたが、2001年4月1日に熊野市内の全6漁協が合併して、熊野漁業協同組合となったため、熊野漁協の管轄下にある。2013年の漁業センサスによると、新鹿町の漁業経営体数は9経営体で、全経営体が沿岸漁業に従事し、漁船数は16隻である。漁業就業者数は8人で全員が自営業家である。主要漁法は刺し網と釣りである。1980年時点では86人の漁協組合員がおり、属地漁獲量は37トン、漁獲金額は916万4000円で、漁獲量の 90.9%、漁獲金額の 76.0% を小型低地網が占めていた。新鹿浦漁協時代から新鹿町の漁業は規模が小さく、町内の水産加工業者である魚作商店は二木島漁港で水揚げしたサンマを使って丸干しを製造する。新鹿漁港は三重県熊野市新鹿町にある第一種漁港。新鹿町のはじめ本集落にある。1953年3月5日に漁港指定を受け、熊野市が管理している。遊牧漁港の対岸にある南東方向に開かれた漁港であり、漁港指定を受けてしばらくの間は物揚げ場と船揚げ車路がある程度であった。1973年から1980年にかけて防波堤の建設、漁港周辺の舗装、浚渫などの事業を行って、漁港としての体裁が整った。2011年の新鹿漁港の属地陸揚げ量は 3.0 トン、属地水揚げ金額は300万円であるが、属人水揚げ量は 104.0 トンある。2001年の熊野漁協発足に伴い、熊野市当局と漁協が話し合った結果、熊野市で水揚げする水産物は、有機町に建設された、熊野市衛生管理型水産物荷さばき施設で2014年より一括して競りにかけられる。近代までは漁港ではなく商港として重要で、江戸時代には飛鳥、伊佐戸などの内陸部の林産物を名古屋や大阪へ積み出す港として、明治から昭和戦前期には赤須賀線、団体や船が生活物資を卸し、木材を積み出す港として賑わった。2014年の経済センサスによると、新鹿町の全事業所数は39事業所、従業者数は119人である。具体的には、卸売業、小売業が9、サービス業が5、生活関連サービス業、娯楽業が6、宿泊業、飲食サービス業が5、建設業と医療、福祉がそれぞれ3、教育、学習支援業と公務がそれぞれ2、製造業、運輸業、郵便業、不動産業、物品賃貸業、複合サービス事業がそれぞれ1事業所となっている。全39事業所のうち34事業所が従業員4人以下の小規模事業所である。新鹿町の特徴的な第三次産業として観光業がある。地域住民は民宿や渡船を営み、夏季には海の家を兼業する人もいる。新鹿町は海水浴場や釣り場を要する観光地であり、2000年代の新鹿海水浴場の海水浴客は1日平均230人であった。しかし観光業は苦戦気味であり、1987年と1997年に海から景色を楽しむ遊覧船を就航したが、現在は運航しておらず、白いコテージが特徴であった。新鹿温泉も現在は休止中である。作家、中上健二とその家族は、1980年1月にアメリカ合衆国から日本に帰国し、新鹿町の港集落で家を借り、有機農業をしながら暮らし始めた。中上健二が帰国した時に、なぜ自宅のある東京や故郷である新宮ではなく、新鹿町に住むことを決めたのかは不明である。この時、中上健二は34歳で、やることなすことに齟齬を起こしていたといい、苦悩を抱えた日々だったが、新鹿の海や川などの自然に癒されていたようである。新鹿での生活中、中上健二はたびたび新宮へ通い、飲み明かしていた。新鹿での農業は、借家近くの山で土地を購入し、じゃがいもやトウモロコシなどを栽培し、本格的な有機農法であったが、娘の中上治によると、中上健二は、次第に畑に通う頻度が下がり、三日坊主であったという。ペットとして十徳と名付けた紀州犬を飼育していた。当時小学3年生だった中上治は今でも新鹿小学校の校歌を覚えていると2012年のブログに書いている一方、私の中ではもうほとんど神話の世界と化しています。ともしている。中上治にとっては何度も転校を経験した上、新鹿町に来る前はアメリカの学校に通っていたため、言葉が通じず友人が一人しかできなかったが、新鹿小学校に転入して初めて外で友人と遊ぶことを楽しいと感じたという。2014年11月2日に、熊野市文化交流センターで、熊野古道の世界遺産登録10周年記念に、パネルディスカッションが開かれた際、中上治はパネラーとして招待され、新鹿時代の思い出を語った。中上家が、新鹿町で生活したのはわずか半年間であったが、この半年間は中上家の人々に大きな影響を与えた。中上健二は、新鹿での暮らしをもとに、熊野集初秋の短編作品、桜川を執筆し、隣接するに木島町で発生した熊野一族7人殺害事件をもとに、映画監督の柳町光夫が監督した、火祭りの脚本も手掛けた。また中上治は、夢の船旅父、中上健二と熊野を上司し、その中で、新鹿での生活に言及している。以下に、中上父子の新鹿生活を描写した一節を引用する。熊野市から大泊を通って、尾鷲への道ではなく、海沿いに狭い道に入り、徐福上陸の石踏みがあるあたりに、程よい大きさの桜が並び、さらに、新鹿の入り口から道に覆いかぶさるように桜が続く。新鹿に咲いた桜の花は意味でも象徴でも暗喩でもなく、むき出しになった私の思いの名付けようのない塊だった。それからというもの、行く先々で桜の花が目についた。中上健二、桜川新鹿は光で溢れていた。山の水が作る、今までに見た、どの緑よりも、濃い緑があった。しかし私は、戸惑いはしなかった。台風の後、壁のように盛り上がって砕ける、波の青さを見て怖いと思うより美しいと感じることとそれはどこか似ているかもしれない。熊野の心で満たされている自分がそこにいた。中上治、波の輝きよりも濃く中上賢治の足跡をたどって、あたしか町を訪れる者もいる。詩人の河津清衛は、中上賢治の紀州記の国、根の国物語を追想し、あたしかから和歌山県白浜町までを旅し、その体験を綴った詩集、あたしかを出版した。中上賢治と小学校から高等学校まで同じ学校に通った詩人の田村聡子は中上賢治との思い出などを綴った新宮物語を出版する準備のため中上賢治が借りていた家を2016年6月25日に訪問した。2013年から2014年にかけて東京 MX などで放映された PA ワークス制作のテレビアニメ凪の明日からは、並田支町からあたしか町、に木島町にかけての地域や北室郡紀北町の風景をモデルとして描写している。作中に登場するカット数では、あたしか町が最も多くメインの舞台であると言えるが、並田支町の天女座に巡礼ノートが置かれ、ファンのイベントを開くなど、聖地巡礼の拠点は並田支町となっている。アニメ公開当初、制作会社は、どこをモデルとしたかについては公表しておらず、2014年2月に京都府在住の男性が並田支駅がモデルであることを発見し、ブログに書き込んだところ、アニメファンに知られるようになった。作品の世界観であるファンタジー要素を壊さないようにするため、制作側は聖地を公表してこなかったが、2017年3月にツイッター上で熊野市をモデルとしたことを公式に認めた。なお、モデルとなった熊野市内で、凪の明日からの地上波放送は行われていない。あたしか町には、伝説の残る坂が多い。因果坂は、明日か町、小又方面からあたしか町へ下る坂で、段々畑の中にあり、何の因果でこんな辛い目に遭わなければいけないのかと、嘆きながら、人々が往来した急坂である。しょいこのことを、因果と言い、これを追って、農作業に向かったことから因果坂と命名されたという説もある。因果坂には綺麗な水たまりがあったが、南北朝時代にここで殺人事件があり、血が棚を洗ったとの伝説があるため、飲んではいけないと言い伝えられてきた。青海坂は、あたしか町とに木島町を結ぶ坂であり、熊野古道伊勢路の一部である。青神とは、伊勢の神と熊野の神が出会う場所、または、狼が出没する場所という意味である。青海坂峠の標高は290メートルで、峠からに木島方面へ進むと、さらに標高240メートルのに木島峠がある。この坂は、戦国時代に、あたしか以南を支配した堀内氏とに木島以北を支配した北畠氏の勢力圏の境界点であったため、永禄の頃に激しい攻防戦が繰り広げられた。この時の伝説にまつわる地として、青海坂登り口に逃げる敵をいじりを削ったという、尻削り、その上方にあり敵の首を跳ねたという、ボサボン、峠のすぐ近くにあり敵の首を跳ねた血のついた刀を洗ったとされる、飲まずの水がある。飲まずの水を飲んでしまうと、腹痛に襲われる、ないしは血を吐くと伝えられている。置羽坂は、尾鷲市が田町へ向かう道中にあり、家電に住んでいた、置羽という名の女性にちなむという。置羽は、あたしかの男性と恋仲になりこの坂で逢瀬を楽しんでいたが、ある時男性が遅刻してきたため髪をすきながら待っていた。ふと横串を加えて立ち上がると男性がやってきたが、この時男性が目撃した置羽は、ざんばら髪の口裂け女で、驚いた男性は、火縄銃で置羽を撃ち殺してしまった。これ以降、坂には青い火の玉が夜ごとに現れるようになったといい、道端にはひっそりと置羽を慰める地蔵が置かれた。あたしか駅あたしか町には、坂本、あたしか駅前、フリー農協前、あたしか、港、あたしか港の6つのバス停がある。一部の便は、新鹿駅前が始発、終点となる。熊野市による海岸部乗り合いタクシーという乗り合いタクシーがあり、予約制で市が指定した目的地に行くか、目的地から自宅に帰る場合に利用できる。ありがとうございます。